これですな、これ私そうです、そうです、ね、この医者の役ね、医者ですな、はい、っていうことで、はい、馬車の用意をしようかっていうのはい、ここでもうすぐ出ます、馬車の用意をしようか一応、ちょっと今もう煙がついてる、はい、公園診察で、はい、大丈夫ですか、はい、大丈夫あれが着いた時にあの最初読んでこれ読んでくださいはいお願いします。私は困り果てていた。はいいいですもういいな。馬車の用意をしようか。出だしなので押し殺したような雰囲気でお願いします。馬車の用意をしようか。はい、今の感じでもう一回じゃあお願いします。ほーれ兄ちゃん、ほーれ姉ちゃん。ほーれ兄ちゃん、ほーれ姉ちゃん。バッチリです。もうバッチリですので。絵はないので、じゃあ、9だけ出します。あ、じゃあもう一度行きます。はい、どうぞ。この毛玉の目、無知を喰らいたいのか。はい、OK です。お前は道を知らないからね。もちろん。俺は一緒になんか行かねえ。俺はローザといるよ。いいですね。はい。本当の道は一本の綱の上を通っているのだが、綱が張られているのは高いところではなく、地面すれすれである。私は困り果てていた。本当なら今すぐにでも出発しなければならなかった。少年の単独で、僕を助けてくれるのって、これはちょっと泣きながら言っている。先生、僕を死なせて。はい、もう少しささやき声という印象でお願いします、はい、先生、僕を死なせて。それとも熱に浮かされた僕をごまかそうっていうの。本当だ。はい、はいはい、この男はどこのものとも知らぬ見ず知らずの他人なのだ。あのいやらしい孫が暴れまくっている。生贄はローザだ。そのことはもう考えるまい。お願いします。寒すぎませんか。大丈夫ですか。大丈夫です。頑張ってください。自分の家に何がしまってあるかわからないものですわね。はい、はい、はい、そっか。
私は困り果てていた。本当なら今すぐにでも出発しなければならなかった。離れた村で私を苛むつもりなんだろう。十分こなしている。